江戸時代後期の武士、医者、蘭学者、日本の近代医学の祖と言われ、天然痘の治療にも貢献した。弘安は武士の子に生まれたが病弱だったことから医学の道を目指すようになったという。大阪で蘭学塾、滴滴斎塾を開き、福沢諭吉など幕末から明治にかけて活躍した人材を数多く輩出した。滴塾は現在の大阪大学医学部の前身とされる。ちなみにかの有名な手塚治虫の祖父手塚良仙も滴塾の塾生である。非常に温厚な性格で、塾生に対して叱責する際は声を荒げるのではなく笑顔で諭したという。それは先生の微笑んだ時の方が怖いと塾生に言わしめるほど効き目があったそうだ。人のために生きて自分のために生きないということが重要である。楽をせず名声や利益を考えず、自分を捨てて人を救うのが良い。人の命を救い、人々の苦しみを和らげる以外に考えることは何もない。仕事に励むことに加えて誠実な言動や行動で他人に信頼されることを目指すのが良い。一時の流行を利用して名声を求めるのは恥であるということ